はい、皆さんこんばんは、キースです。ではツイステッドワンダーランド次からやっていきましょう。よろしくお願いします。エピソード5、美貌の圧政者ですね。いきましょう。お話としてはですね、めちゃくちゃでかい文化祭がこのナイトレーブンカレッジであるということで、そこでね、VDC だっけって呼ばれるボーカル&ダンスチャンピオンシップっていうのを各メディアが世界中の注目しててですね、でそこで長いな俺話が後で言います。エピソード 5-4 コーバナウンス、数日後、あの会議とかの数日後ですね、寮長の。でそこに芸能人のね、超人気芸能人、カリスマ芸能人のビル様と、あとネージュ君っていう子が出るということでね、さらに注目が集まってると、メディアの全世界のね。でビル様は何やらすごくね、なんか燃えてるんですよね、この大会に。なんかネージュ君と因縁があるみたいって感じですね。では行きましょう。来食の。腹減った。午前中に体力育成がある日は昼休みまでが長く感じるんだぞ。もうこの3人は相変わらずですね。あんまりあれなのかな、興味ないのかな。まあまあ体育会系の人たちは裏方に回るんだよね。これは文化部の文化祭だから。体力育成があってもなくてもお前は毎日腹減らしてるじゃん。あ？そうだね。でも黒いの食っちゃいけないよグリム。もうやめて黒いの食うの。なんやばいかなマジで。食堂の壁際に人だかりができてるな。え、なになに？バイト募集か。全国魔法師養成学校総合文化祭ボーカル&ダンスチャンピオンシップ。そうそう、これこれこれ、 VDC に略して長。出場メンバーオーディション、これ略すわ。お、オーディションがあるみたいですね、どうやら。ああ、総合文化祭で行われる音楽発表会のことか。いや、みんな出ようよ。イケメンだから出れるって3人とも。毎年テレビで放映されてたからたまに見てたけど、選抜メンバーってオーディションなんだ。いけるいける、君たち運動神経いいし。来たれ、歌自慢ダンス自慢、プロデビューのチャンスあり。グリムはね、まあ可愛いからいけるでしょ。全国の高校生の頂点に立つのは君だ。燃えるねこれ。なお、大会で当校代表チームがファイナリストに選ばれた場合、メンバーに優勝賞金の500万マドルを山分けいたします。500万マドル？確かもうほぼ1円だから500万円くれるってことでしょ。めちゃくちゃいいじゃん。出ようぜ。500万マドルを山分け！山分けか。マジか。そうなんですよ。豪華でしょ？どっから来た？びっくりした。うわあ、びっくりした。進出鬼没にも程があるでしょ、クロリ先生。学園長、いつも思うけど急に出てくんのやめない？なんか魔法で出てきてんのかな。足音しないのかな。おや、失礼。足音しない魔法。脅かしているつもりはないんですが。暗殺者なれるわ、暗殺者。このボーカル&ダンスチャンピオンシップに500万マドルもの賞金が出る理由。ボーカル&ダンスチャンピオンシップね、これ早口でも5回言えないかもしれない。それはたくさんの企業がスポンサーとしてこの大会を支援しているからです。ああ、なるほどね。スポンサーがバッチリついてるんだ。もうコマーシャル的なやつね。みたいなもんか。なるほど。VDC は、そこいらの軽音部のコンテストとはわけが違う。宣伝になるもんね。ファイナリストには、さまざまな芸能事務所や音楽レーベルからデビューのオファーが殺到。すげえな、文化祭なのに、ただの。一躍トップアーティストの仲間入りも夢ではありません。まさにスターの登竜門。学園の名誉のみならず己の未来をかけた本気のミュージックバトルなんです。なるほどね。そのオーディションから流していって、そのストーリーを作っていって、デビューと、どっかで聞いたことある。より多くの精鋭を集めるためにもご褒美は豪華でないとね。にしてもでかいな。あれからもう JY クローリーなのか。 JY クローリー。なるほど。スポンサーからすればここからマドル箱スターが生まれるなら。マドル箱スターって言うんですね。勉強になります。500万マドルくらい安いもんってことね。まあね、それ以上のもう倍の倍の倍ぐらい儲けれるからね、成功すりゃ。500万マドルあれば一つ300マドルの高級ツナ缶がいっぱい買えるんだぞ。まあグリムちゃんはほんと可愛らしい考え方してるね。待て待て、賞金はチームメンバーで山分けだって書いてあるだろう。だから500万を山分けっていうのがちょっと残念だね。一人ずつ500万でいいじゃん、きっちりすっきり。例えばチームが4人だとすると、1人500÷4 は、100、125、125万マドル
300マドルのツナ缶なら4000個以上買える。エース君計算得意なんだね。まあ、4000個もいらないでしょ。4000個飽きるって。味変えるか。でも4000味もないでしょさすがに。ツナ缶なな、俺様はこの大会に出たいんだぞ。出ようぜ出ようぜ。グリムの愛らしさならね絶対いけるわ。まずはオーディションに受からないと。ツナ缶4000個も食べきれないでしょ。リアリストだね。こっちにしよう。まずオーディションに受からないと。学校によっては合唱部や軽音部所属の生徒から代表を選ぶそうですが、軽音部リリアちゃんとあとケイ君もだね。我がナイトレイブンカレッジは全生徒からオーディションで代表を選びます。さすが太っ腹。本気でぶつかり合って一番強いやつがてっぺんに立つってことっすね。完全不良漫画の話になってるからそれクローズゼロになってるからそれ。もちろん本気の生徒は大会を見越して昨年から準備をしているとは思いますが、あーなるほどね、スターを夢見る権利はいつ誰にでもあるかと思いましてね。さすが私優しいので。まあでもビル様とかはもう事前にねもうめちゃくちゃ来てるんでしょうね。もう練習仕上げてきてるんでしょうね1年間このためどうです、私優しいでしょ。優しいね。まあ、あのカリム君の親から金もらってるけど。在学生なら誰でもこのオーディションを受ける権利はありますよ。今年は誰が代表になるか楽しみですね。いい先生ではあるんだけどね、うん、裏はありそうだけども根本的に生徒のことはちゃんと愛してそうだけどね。クローリーさんこれから明かされていくんですかね。クローリーさんの秘密も徐々にね、じゃあ次行きましょう。エピソード5の5ですね。エピソード5の5、賞金、もうみんな狙ってるね、この賞金。目の色変わってるね、金で。恐ろしいよ。オーディション審査の課題曲は、ピースオブマイワールド。さあ、これはあれですね、ツイステのオープニングの曲ですね。参加申し込みは、3の A、ルーク・ハントまでか。お、ルークさんだ。行こうぜ、ワンダーランドの歌ですね。面白そうじゃん。エース君こういうの興味津々。今度の文化祭俺ら運動部は裏方作業ばっかで楽しくなさそうだし試しに受けてみね。受け受けようぜ。もし受かれば会場設営とかしんどい裏方作業を手伝わなくても良さそうじゃん。なるほど、不純な動機だね。まあでもね、まあ受けてみないとね分かんないからとりあえず受けてみな。優勝して臨時収入が入れば家計が助かるかも。お母さんのために。しかしお母さんのためにか。泣かせるなジュース君。しかし運動は苦手じゃないが歌と踊りは全然やったことがない。ああなるほどね、歌いながら踊るってむずいもんね。課題曲のピースオブマイワールド去年めちゃ流行った曲だから。あ、そうなんだ。ツイステッドワンダーランド内で流行ったんだあれ。マジカメに踊り方の解説動画とかいっぱい上がってるじゃん。そうなんだ。 YouTube 的なもんかな。簡単なやつならパパッと覚えられるでしょ。合体してんのかな。ほな、こいつがスマホもらったから最近はマジカメ見られるんだぞ。エース君ね、すごい自信だね。ダンス得意なのか。よーし、俺様も練習してオーディション受けてやるんだぞ。しやるぞグリム。ツナ缶のためにな。グリムの踊りはある意味受けそう。グリムの歌声って想像つかない。グリムの踊りはある意味受けるでしょうね。可愛らしいもんね。歌って歌ったことあんまないよね。歌声聞きたいな。僕はやめておく。オーディションを受けたところで受かる気がしないしな。デュース、そんなこと言うなよ。一緒に行こうぜ。ノリ悪い。ノリ悪いよ。まず真剣にてっぺん狙ってないやつが冷やかしに行くべきじゃない。いやでもオーディションだからね、参加者がいないとね始まんねえから。オーディション受けるくらいそんな身構えなくてもいいと思うけど。まあね、真面目だからな、デュース君は。チャックの次くらい真面目かもな。それにお前らがオーディションに落ちた時、慰め役も必要だろ。落ちるの前提で話してんじゃねえよ、デュース。あ、こら、落ちる前提で話すんな。見とけよ、絶対受かってやっから。エース君多彩だね、演技が。そうだぞ、賞金とツナ君は俺様のものだ。俺様のものでもある。はい、はい。あ、僕たちのクラス、次の授業は魔法薬学だったよな。あ、そう。僕今日は日直なんだ。実験室に機材の準備をしに行かないと。あらら、
いきなりグズグズしてたら食べる時間がなくなる。早く昼飯を注文しよう。意外とリアリストね、ジュース。させ、もう腹ペコなんだぞ。結構話したもんね。いやー、みんなで参加したいな、オーディション。中庭に来ましたね。さあ、リンゴが美味しそう。昼飯で腹いっぱいになった後の授業って眠くなるんだぞ。うん、わかるよ。あとポカポカしてたらもう寝ちゃうよね、机で。実験中にうとうとして魔法薬爆発させんなよな。やりそうだね、グリム。なんだこれは。ふな、誰だこれ。なんだこの歌。お化けか。綺麗な声だね。井戸の方から声が。綺麗な声だね、確かに。誰なんでしょう。全言撤回します。なんか急に汚くなったな。練習してんのかな。メゴク歌えで言われても、うわ、無理だじゃん。メゴクっていうのは多分可愛く歌えって言われても、わっていうのは私のことですよね。だから可愛く歌えって言われても俺にはできねえよってことですね、訳したら。はい、誰でしょう。カサカサ。誰。さあ来ましたね、美少年だ、可憐な。あ、終わった。さあ、新たな登場人物が出てきましたね。とても愛らしいお顔をしていらっしゃいましたが。さあ、行きましょうか。次、エピソード5の6。はい、エピソード5の6。井戸端レッスン。そういえばどっかで会ったよね、この子、最近。誰？あら、かわいい。あ、邪魔して悪い。歌が聞こえたから。あれ？思い出したね。デュース君がいじめた子だよね。こら、グリム。足元でうろちょろするな。そう、ここで肩をぶつけて。で、なんかもう泣きながらどっか行った。どう、悪い。大丈夫か？先生！先生！デュース君が他の生徒泣かせてます。泣いてる？先生！先生！デュース君が他の寮の子泣かせてます！この言い方可愛いんだけど。多彩だな、エース君。先生！デュース君が他の寮の子泣かせてます。高いな。からかうな、エース。できねえわ。泣くほど痛かったなんて。すぎるだろ。本当にすまない。え、そんなに痛かった？保健室に連れて行くから、僕の肩に捕まって。まあ、華奢だもんね。もう、小でらいね。そうなんだよね。こう言ってたね。もう小でらいね。こんなとこいられねえってことだと俺は思ってんだけど、役としては。え？小で？え？っていうことありましたね、そういえば。確か、新学期最初の日にメインストリートでぶつかった。そうなんだ。デュース君が喧嘩打ったんだよね。あ、あの日はごめんね。エペル君ですね。なんかあったの、エペル君。あ、いや。辛いの？なんか辛い目になってんのか？確か、エペルだっか？あ、名前知ってんだ。え、なんで僕の名前を？ジャックに聞いたんだ。二人は同じクラスだったよな。あ、そうなんだ。ジャック君と同じクラスなんだね、エペル君。うん。君たちは、確かデュース君とエース君。お、知られてる。それに、グリム君と監督生さん、かな。え、マジでなんでしてんすか？有名人もしかして俺たち。おお、俺様たちを知っているとは。俺様たちも有名になったもんだぞ。まあ、結構いろいろやらかしてきたからね、今までね。うん。両対抗マジフト大会のエキシビジョンマッチ、すごく面白かったから。それグリムにさ、あのディスクでどつかれて意識失ったやつじゃねえか。なんか不本意な方向で目立ってんな。そうだね。それで、エペルはなんで井戸の中に向かって歌ってたんだ？そうだね。こうすると、井戸に声がこだまして、客観的に自分の声を聞けるんだ。ああ、なるほどね。録音して後で自分の声聞いて絶望するやつね。うん、だから、ここで歌の練習をするようにって、寮長のビルさんが。まあ、こうやって動画撮ってたらね、
まあもう絶望するのにも慣れてね、普通に何も感じなくなりましたけどね、自分の声に対して。ポムフィオーラには歌が上手くなければならないってルールでもあるのか。そんなルールあるの、めんどくさい。音痴入れねえじゃん、音痴。ハーツラビルじゃあるまいし、そんな変なルールがあるわけないでしょ。まあね、ハーツラビルはめちゃくちゃ細かいからな、変なルールが。そうだね、特に寮の決まりではないんだけど。そうなんだ。あ、そういえばエベル君はね、こう見えても男の子なんですよ。僕、ボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディションを受けるんだ。おお、なるほどね。あ、だから練習してるんだ。へえ、すごいじゃないか。それで、もっと愛らしくて可憐な歌声で歌えるようにって。ああ、言われてんの？ビル様に。ルークさんとビル様はもう出るの決まってんのか、うん、なんだ、どうした、押し込んでんのか。あんな大会、話すぜ。なくなっちゃえばいいのに。あ、エペル君出たくねえんだ。え？あら、エペル。歌の練習をサボってハトとおしゃべり？あれ？この声、ハト？ハトですか、僕たち。さあ、やってまいりましたね。この声は、あの、お美しいお方ですね。さあ、どうなってしまうんでしょうか。あ、さあ、めっちゃいいとこ。はい、ということで、めちゃくちゃいいところなんですが、今回はね、エペル君をちょっとピックアップしたいので、この辺りで終わりたいと思います。次回ね、声の主ね、はい、とても美しいお方なんですけども、お話をしていきましょう。では今回はこの辺りで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、Twitter、インスタフォローもお待ちしております。それでは失礼いたします。